どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私は羽田空港第3ターミナルに来ております。本日はですね、ユナイテッド航空のマイルを使って ANA に乗ってですね、エコノミークラス羽田空港からロサンゼルスの方にね向かいたいと思います。今回ねこちら急遽取りまして、今回の目的はディズニーリゾートのカーズランドですね、こちらをね息子に見せてあげたいということで、息子は今向こうでねカーズを見てるんですけども、今回ですね本当に急遽決まりまして、1週間半前ぐらいにねチケットを取って、今回行くわけなんですけども、このユナイテッド航空の、マイルっていうのはこれね直前にもね取ることができるんですよね。今回、羽田からロサンゼルスまで、1人ね37,200マイル、こちらね前々日ぐらいまでねチケットありましたんで、このねユナイテッド航空のマイルはですね本当に直前でも取れて、またね底値で、エコノミークラスにはなってしまうんですけども、サーチャージもねかからないっていう風になりますんで、これが本当にねいいですよね。ということで今回ですね、ちょっとね子供連れということで、動画ねいつもよりレビュー部分はね少なくなるかと思うんですけども、今回ね羽田空港からユナイテッド航空のマイルを使って ANA のねエコノミークラスに乗ってロサンゼルスまで行きたいと思いますので、今ね13時で、今日ねフライトが夜の9時とかなので、かなりね早めに来ました。子連れっていうこともありますし、羽田空港はねめちゃめちゃ混んでるっていうね、情報もいただいておりましたので、今回ねかなり余裕を持ってきました。子連れということで、子供もね早めにね休まして、でそのまま飛行機乗ってみたいな、そんな感じで行きたいと思いますので、今回ね、どういった感じでエコノミークラスロサンゼルス10時間ぐらいのフライトだと思うんですけども、このエコノミークラスの10時間、前回ねニューヨークから羽田、あれがね14時間ぐらいだったんですけども、今回はね10時間ということで、少しはね楽かなと思うんですけども、どんなもんなんですかね。いつもね1人なんだね、今回を子供連れでどんな感じなのかっていうのは想像つかないんですけども、楽しんでいきたいと思います。ひとまずですねチェックインね済まして、制限エリアの方にね行きたいと思います。いやーゴールデンウィークね来ましたね。いやーこのねゴールデンウィーク期間にゴールデンウィークにね旅行に行くっていうのは、私は国際線は多分初めてなんじゃないのかな。はい、非常に楽しみです。直前でねこの取れるっていうね、このユナイテッド航空の前でね本当にすごいと思いました。もう ANA とかね取れないと思いますし、優秀取ったら、私が見た時はね片道50万くらいしてたんで、やばいですよね。はい、ということで早速チェックインね行きたいと思います。それでは出発エリアに到着しました。 ANA を見つけていきましょう。思ったより混雑してないですね。もっと人が多いと思ってましたけど、そうでもないですね。ということなんで、私はダイヤを陥落しましたんで、ビジネスクラスでチェックインしていきたいと思います。こんにちは、お願いします。乗せちゃっていいですか。ちょっと重さがダメだったら教えてください。ありがとうございます。はい、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 マイレージカード、ステータスカードでいいですか。はい、思った以上に全然混雑してないですね。エコノミークラスがちょっと並んでるぐらいで、出国審査も全然大丈夫そうですね。ではサクッとチェックインしていきましょう。それでは無事にチェックインすることができました。ちょっと焦りましたね。今回ねユナイテッド航空で撮ってたんですけど、帰りの便を登録してなかったので、なんかねシステム上見られなくて結構時間かかって、その後ねエスターがとか言われて結構焦りました。いやエスターね全然大丈夫で、帰りの飛行機がなんか登録されてなかったみたいですね。ひとまず大丈夫ということで、今日ね空いてるみたいなんですけども、混雑してる時はフェイスエクスプレスっていうのを利用していただくと、この保安検査場ね結構早めにねスルーできるみたいなんで、この点覚えておくと便利に利用できるかと思います。
ちょっとフェイスエクスプレスがどこにあるのか存じ上げないんで探してみたいと思います。ということでチェックしてきました。このねフェイスレーンっていうのは ANA のねチェックインの時に一緒にやってもらうみたいですね。ということなんで私はもう終わってしまって今日はね空いているということでそのまま行きたいと思います。では制限エリア行きます。それでは無事チェックインを済まして ANA ラウンジに行きました。今ですね海外旅行保険のね保険を受けるには出国のねスタンプがあった方がねいいそうですのでこれね覚えておいた方がいいと思います。これねツイッターで教えていただいてますけど私もねあのスタンプねいただきました。でまたですね保安検査場ね昔 PC とかねそういったものモバイルバッテリーとか出してたと思うんですけど出さなくてね良くなったですね。いや知りませんでしたけどもめちゃくちゃ楽でいいですね。はいということでちょっとね ANA ラウンジで今ね午後の2時で、飛行機がね9時ということでしばらくねゆっくりつつ過ごしたいなと思います。ということで豚骨ラーメン食べてゆっくりしたいと思います。ということで時刻は8時半ぐらいになりましたのでそろそろね搭乗口に向かいたいと思います。いやね子供連れだとやはりねキッズルームにたくさんいますね。でもキッズルームがあってね本当にありがたいですね。ということで搭乗口109番ゲートだったと思いますけども、行きたいと思います。それでは搭乗時刻になりましたので搭乗していきたいと思います。結構並んでますね20人ぐらい。もうねダイヤじゃありませんのでスーパーフライヤーズ会員で乗っていきたいと思います。ではね行きましょう。まずはこちらからご案内します。ありがとうございます。お進みください。どうぞ。ご自身できるお客様お進みください。マスクを取り外してありがとうございます。5名様です。はい、どうぞ行ってください。ということで久しぶりの国際線楽しんでいきたいと思います。こんにちは。それではね無事搭乗いたしました。今回ね 31DC ですね。息子は右側に座っております。これねモニターもあって USB もあってこんな感じです。で今回の機材はボーイング787ですね。はい、まあ、中に入っているのはちょっと携帯が入ってますけどもイヤホンだけ入ってます。あとクッションとブランケットがあるという感じです。まあ、座席はこんな感じで、まあ、今回ねお隣さん来るそうなんで、まあ、BC でね息子と2人でねゆっくり過ごしたいと思います。ということで、まあ、ちょっとね、まあ、今回ねやっぱり SFC でねステータス持ってるんでやっぱり結構早く入れますね。はい、SFC に落ちるのは私初めてなんですけどもやっぱり優先搭乗強いですね。エコノミークラスねかなり並んでおりましたんでありがたいですね。ということで飛行機動くまでもうしばらく待ちたいと思います。ということで飛行機が動き出しました。なんとねチェックインの際にはですね一番左の座席ね、埋まってたわけなんですけどもなんとね来なかったということでありがたいですね。市営の方にね聞いたらまあ大丈夫ということで今回ね3列悠々と使わせていただきます。ということでロスまで行きたいと思います。今ねちょうど飛行機が動き出しました。では行ってきます。それはね無事離陸いたしました。約ね11時間ぐらいかな、フライトとなると思いますので、楽しんでいきたいと思います。おそらくね機内食のサービスがすぐ始まるのではないかと思いますけどもそちらもね楽しんでいきたいと思います。ということで機内サービスが始まりました。ビールをいただいてますね。もう息子はね完全にヘッドホンしてスマホで動画を見て完全に楽しんでますね。はい、ということでこれね飲み物のサービスをいただいてその後ね、機内食がいただけるということです。もうね日本時間で10時を過ぎてますんでちょっと息子は寝ないかななんていうふうに思ってるんですけど全然ね、はい、ジュースとお菓子を堪能して楽しんでおります。ということでビールいただきます。いやほぼほぼのね満席のフライトで多分もうあいつらの多分ね奇跡に近いと思いますね。他の席で多分空いてるとほとんどないんだね。かなりありがたいですね。ということでちょっとビールゆっくりいただいて機内食ね楽しみたいと思います。
スコアで鶏肉を注文しましたので、ちょっとこれ以外のメニューは基本的に全部一緒ということで、こんな感じになってます、はい、非常に美味しそうですね。あ、でもあれですね、鶏肉の方にはご飯はついてるんで、パンはねついてないんですね。ということでいただきましょう。ではこちらイタリアンビーフ。
鍵を閉めください。Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.それではロサンゼルス国際空港に到着いたしました。着陸結構揺れましたね。いや久しぶりのロサンゼルス国際空港です。今ちょうどね2時半ぐらいなんで、今回エコノミークラスなんでどうでしょう、3時半ぐらいですかね。1時間ぐらいねかかるかと思います。では飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。ということで無事アメリカ入国いたしました。今回ねエコノミークラスということもありまして、入国にね1時間ぐらいかかりましたね。やはりねこれはしょうがないですね、はい、しかもやはりゴールデンウィークということでほぼほぼ満席のフライトっていう風になりますんでね、結構かかりました。でね今もホテルの方にねちょっと今回ね不死旅行ということでたまたまねホテルじゃなくて空港のね出口でシャトルバスが来ちゃったんでパパッと乗ってしまったんですけども、今回ですね羽田空港からロサンゼルス ANA のね飛行機に乗って取ったのはユナイテッド航空のマイルでね3万7200マイルだったかな。非常に直前にね取ったにもかかわらず最終的にね3列エコノミー席をね利用することができてめちゃめちゃ快適なフライトでしたね。はい、ということで久しぶりのフライトレビューね非常に楽しかったです。ということで今回ですねこんな感じで終わりたいなと思います。いやユナイテッド航空のマイルねめちゃくちゃいいですね。今後ねちょっとユナイテッド航空のマイルもねサーチャージ高いこの時期はですねちょっと貯めていきたいなと思いました。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。